やどうですかどうですかとはい、ということで今日はバーディーね、まあ、車の中ね入るんですよ。で今回4台持ってきました。スタンダードと R と GT とクラシック、かなり雑に積んでますけどこういう感じでちょっと汚いですね、ちょっとね、まあ、これが真実なんで。だからあれよ、まあ、車の自転車こういうね、あの涼しいとことかもう街中とかね、ちょっともうゴミゴミしてるんで、こういういい環境に来て乗りましょうと。そのためにやっぱりフォールディングバイク最高ですよって動画ですよ、はい、で今回ちょっとねやっぱり久々にここ来て思ったのがですね、まあ欠点がまず2つあります。まあ、僕が来る場所が大体峠が多いから、まず自転車乗れないと、あの道路細すぎて、あとはまあ標高高いとこ来るからアップダウンが多いと自転車乗れないと。でもう一個は、運転が楽しすぎて自転車乗ること忘れるとで結局もう積んできただけですかみたいな、そういう動画ですね。で実際何台今積んでるのかちょっと出してみようか全部ね。はい、じゃあ何台入ってるかね、何台入ってるかまあただこれがしたかったもん。お店の周りだとねなかなかねこういうことできないんでね。どれ乗ろうかな、どれ乗ろうかな。まあクラシックあるでしょ、クラシック、クラシックね、やっぱ車の中入れとくとガリガリになりますね。うわすっげえ気づいてる、やっぱね、ちゃんとあれだな、やるべきだな。車内がボロボロになっております。で R ね、 R が一番シンプルだな。とどうですか、どうですか、ちょ初めてのカメラなんでね、これ初撮り、これやっぱスタンドとかあると結構邪魔なんだという感じで4台持ってきてますと、はい、じゃあどういう感じで車の中に傷がついたかというとですね、ちょっとお見せしましょう。ここやばくないですか、ここ。ここにも4台積んじゃえばいいのかな、この中に。いやそれよりもね、もう久々の峠なんでね、ちょっと自転まあね、これこのチャンネル見てる方はね、多分バーディのカスタム、昨日もね、どこだっけ、京都のねお客さんがあのサドルを買っていただいたんですけど、あのいつも YouTube 見てますと、参考にしてますとって言っていただいて、SMP のサドル買ってもらいました。SMP ですよ。でカスタム参考してますと、こういうね、僕が乗らなくて車の動画しか撮らなかったら、これ手ぶれどうですか、手ぶれ、これバッチリですか、ね、もものハンドルね、このもも、これあのこれは京都のお客様だったか。でスパルコのねバケットね、これは茨城県のお客さんもらいました。ちょ髪の毛別でね、スパルコ髪の毛つくね。そうだな、という感じですかね。やっぱあれか、山に持ってきてたんだ、ダメだな、あの盆地がいいんかな、ある程度登ってそこを過ごすみたいな。ちょっと後ろ進んでみよう。どれで練習しようかな。クラシックにするか。クラシック最近ちょっとお気に入りだから。これで4台。後ろに積むと車高が下がってトラクション増すかな。トラクションが。よいしょ。
いませんね、ほんと変な動画で。自転車全然乗らないっていうね、自転車1ミリも乗らない動画です。あ、後ろに4台入るわ、バーディー。あの4台入る入る。でもここのあれがないわ、仕切りがない、まあ、これとか。どんどん入りますね、バーディー後ろで頑張れば。よいしょ。はい、ということで、ね、車に積んでいいとこ来ちゃうと乗れないっていう動画になりましたんで、まあ、今からちょっとね、他のとこ行ってバーディーの畳み方紹介していきます。